どうも、誘惑の堀です。今回はですね、初ですね、二つ折り財布を紹介したいと思います。でその中でも、プルーフフォスキアの二つ折りのお財布なんですけど、以前ですね、フォスキアシリーズというシリーズがありまして、で非常に人気も高くてですね、色合いも、他のシリーズに比べて明るめで女性にも人気だったりしたシリーズなんですけど、まあ、ちょっとあの革の取り次ぐの問題とか、まあ、そういうこともあって惜しくもちょっと生産終了になったシリーズなんですけど、今回あのそれをですね、色合いはそのままに、素材を変えて、プルーフホスキアとして、復活したシリーズになります。でその中でも、2つ折りだけはですね、このシリーズだけの形になってますんで、今回、紹介していきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、ではですね、こちらのプルーフホスキアシリーズの2つ折り財布紹介にいきたいと思います。でまずですね、これ何が他の商品と違うのかと言いますと、ちょっと動画で伝わるかわからないんですけど、ちょっとですね、手染めの商品とこの質感が違うのが分かりますかね。でこれですね、まあオンラインショップの説明文にも書いてあるんですけど、インクジェットプリントなんですね。で、まあ、どういうことかと言いますと、弊社の職員が、まず革に染色をします。その染色したですね、革を、スキャンしてですね、データにします。で、それをこの財布、この財布の革にプリントをするという仕組みになってますね。なので色、まあ本来手染めの商品でしたら、まあ使っていくうちに紫外線だとか手の油分で変わっていくんですが、こちらの商品は、ほぼ変わっていかないです。この色のまんまでずっといるという感じですね。で、まあ傷も、まあちょっと見て、ちょっとね、ざらついてる感じがわかると思うんですけど、まあこの質感の通り、やっぱり皮下傷とかっていうのも目立ちにくくて、まあ、傷に強いタイプですね。で、まあ、何よりですね、まあ革って皆さんご存知の通り、あの水にすごい弱いんですけど、このインクジェットプリントの力でですね、この水を、まあ、プルーフって言ってるくらいなんで、水を弾きます。ちょっと実際に弾いてるところを見せますんで、行ってみましょう。はい、ではですね、こちらの驚異の撥水力の方をですね、実際に検証したいと思います。いきます。もう一回いきますね。わかります、これ。でまああとはもうね、こんなのでさっと拭いちゃえばもう触っても冷たくないです。はい、いかがだったでしょうか。本当にですね、見てもらった通り、本当にあの水弾くんで、本当にもうめんどくさい人、水に気をつけたりとか、もうそういうのめんどくさいよって人は、本当におすすめの財布になってますね。はい、お次は仕様の説明ですね。まず、お札。お札がですね、今これ13枚4枚入れてるんですけど、まあ20枚ぐらいは入りますね。で、一番の特徴はここです。まあ、通常、うちの財布は、まあここの上の部分がないような、こういうスタンダードなお財布なんですけど、カードがここ3枚、3枚、で、ここに ID ケースとか、そういうの入れるような窓がついてるのが1箇所。で、他の財布と一緒で、ここと、ここと、ここにフリースペースあります。で、小銭が通常のタイプと同じようなタイプですね。これだいたい15枚ぐらい入ってますね。はい、続いて、
カラー展開なんですけど、こちらがですね、このシリーズだけ、青系統の色が2色ありまして、でこっちがブルーで、こっちがネイビーという色になりますね。で、まあ、ちょっとオンラインショップでもなかなかあの色の違いがわからないというお客様の問い合わせあるんで、まあ、ちょっとぜひこの動画をちょっと参考材料にしていただければと思うんですが、ちょっとね動画でも若干実物の見取り色とちょっと違うので若干難しいかもしれないですけど、ブルーの方があの発色が本当にブルーっていう感じですね。鮮やかな青で、ネイビーの方が、この動画より若干もう少しですね、ここら辺はもっと外側はもっと暗くて、でちょっともうちょっと緑がかったような色合いです。結構2色、まあ、こう見るとあんまり違いはないように見えるんですけど、肉眼で見ると結構色違いますね。はい、でワインですね、ワインも、かなり発色がいい明るいワインになってますね。でこの YVP シリーズ、ウェラトゥーラシリーズと比べてもらうともう一目瞭然ですね。こっちは本当に深めのワインで、こっちが明るめのワインになってますね。なんで結構このワイン女性の方でも、買われる方多いです。はい、お次はブラウンですね。ブラウンも本当に明るめのブラウンになってます。ベラトゥーラと比べるとこんな感じで、まあ、全然もう違う色ですね。なので結構ポップな、普通のダークブラウンよりもポップな印象になるので、こういう明るめのブラウンを探しの方はいいかなと思いますね。はい、で最後、グレーです。まあ、グレーは、まあ、このシリーズの中で、まあ、一番、まあ、唯一渋めなカラーですね。なのでまあ水に強かったり、まあ、毛はちょっと面倒くさいって人で、まあ、本当にシックな色が欲しいって方はこのグレーおすすめですね。はい、でですね、最後、まあどんな人におすすめしたいかっていうことなんですけど、まあ、もうやっぱり本当にもう面倒くさがり屋の人ですね。で、まあ、傷もつきにくいし、メンテナンスももう全然いらない。で何より、先ほどお見せした通り、水はじくっていうですね、水を本当に気にしなくていいっていうのが本当に楽ちんな点ですね。なんだけど油白らしさが欲しいっていう方、油白のグラデーションが欲しいっていう方は本当にうってつけのシリーズになってます。で、まあ、この形ですね、まあ、このプルフフォスキーヤの2つ折りだけなんで、2つ折り使っていて収納力がもっと欲しいっていう方はこのお財布がぴったりなんじゃないかなと思いますんで、ご検討いただければと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあやっぱり水に強いっていうのが本当に楽ですよね。で、まあ、ケアとか、水とかですね、まあ、そういうちょっと面倒くさいのが嫌だなっていう人で、それでもやっぱり油白の色合いのグラデーションの商品が欲しいという方には、うってつけの商品だと思いますので、ぜひともですね、まあ、店頭にお越しの際は、まあ、実際の手染めの商品と、まあ、インクジェットの商品、まあ、どういう感じで色合いが違うかっていうのも実際ちょっと店頭で見ていただけると、まあ、より、実感が湧くというか参考になると思いますので、ご来店の際はぜひともご覧いただければと思います。遠方の方でも、まあ、この動画を何かのですね、きっかけに、分かりづらかった部分も伝わっていただければいいなと思いますので、ぜひともですね、気になる方は、オンラインショップでも、こちらの店舗でもご検討いただければと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。